足幅は肩幅ぐらいをキープ。体を回すときに視線を後ろに向けていくと体が自然と回転しやすくなります。それから息を吐きながら体をゆっくり回転していきましょう。腰や背中にストレッチが効いていることを感じたらそこから10秒キープしましょう。反対側も同じようにしていただき左右交互に2種類終えたらこれで1セットとなります。1回の目安は2から3セット行いましょう。腰回りの筋肉の柔軟性を上げることでくびれ効果につながります。動作は椅子に座ることによりバランスが保ちやすく安定してストレッチができます。床やマットなどでも可能ですが体が硬い方は体が回りにくいことによる腰痛に注意してください。